新増山玲奈のあなたと作るワールドピース。こんにちは。世界を楽園にするユーラシアエンターテインメントで変化を取ります映画監督で画家の増山玲奈です。本日私はアトリエカフェアールに素晴らしいゲストの方にお越しいただいておりまして大変光栄です。教えない子供が育つピアノメソッド、まあ、このご著書がなんと23部門で1位を、取られました。ご著書を、執筆されまして、その独特な、才能を引き出すピアノ教育メソッドを提唱されておられます山田和子先生です。本日先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お招きありがとうございます。はい、素晴らしい美しい笑顔とオーラと持っていらっしゃる先生なんですけれど、今日は赤のお召し物がとっても素敵ですね。ありがとうございます。はい、ワンピースもすごくおしゃれな、なんか元気が出ますね、赤色っていうのはね。はい、はい、メイクのアイメイクも赤系で、そうですね、赤系でちょっとやってみました。はい、はい、すごく美しくて魅力的な先生なんですけれども、本日は私は生徒の気分で先生のその教育メソッドに至るきっかけのお話、またこの、内容についてお話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず先生の自己紹介を、していただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。私は大阪でピアノ教室を主催しております。子どもたちの生きていく力を育みたいというところで教えないレッスンというのを提唱しておりまして実践しています。そして各地で教えないレッスンの方法とかを、セミナー活動したりとか、今結構もうねオンラインが多いんですけれども、オンラインで、セミナーとかスクールなんかも開催しております。でまたちょっとまたピアノとは違うお仕事なんですけれども、才能とか資格とかスキルっていうのを活かしていただくっていう企業のコンサルタントもさせていただいております。あ、そうなんですか、はい、では今日のお話はピアノをこれから習っていきたい方や、はい、またそういった教育に携わる方の他に起業家の方が伺っても、はい、新しいビジネス展開であったりとか、うん、人生の好転していく方向についてということでも、はいはい、大変勉強になる内容になるんですか。なったらいいなと思います、はい、私もぜひですね10日がちょうど一粒万倍日と、はいね、天赦日という、はい、めったにない2つが重なった日ということで、そこからなんかいいことがいっぱいあるんですけれども、はい、はい、先生にお話を伺ってさらに運気を上げていけたらななんて思っております、はい。まずピアノなんですけど、はい、私3歳の時から、はい、お向かいのお家がピアノの先生 で通って、毎年ピアノの発表会で、はい、小学6年生まで、はい、習っていたんですが、でも教えないでってことはなくて、やっぱり先生に隣で指で教えていただいたりとかしてたんですが、はいはい、これどうやってこの、実現できるんですか。そうですね、全く教えないってことはないんですけれども、はい、例えばピアノ弾こうと思ったら音楽の知識と演奏の技術、はい、あと表現力とかが、ね、たくさん必要なんですけれども、でまず知識っていうのは子どもたちゼロですよね、まだね、分からない、はい、というと教えなかったら何もできないわけなので、はい、だけどもその知識っていうのは、はい、誰でも持ってるから偉いとか持ってないと偉くないっていうことなくて、誰が早くそれを知ったか、ね、知識を知ったか、まだ知識を知っていないだけの差なんですよね、はい、なのでこの知識は教えるんじゃなくて知識を提供するっていう、はい、こういうのがあるんですよってことも横流しのように提供するだけなんですよ。で提供することによってその音楽の知識を提供できる知ることができると、どのようにそれを演奏すればいいかまでね分かるようになるんです。そうなんですか、はい、まあ、分かってつなぎもね、どうやって分かるかってことを伝える必要はあるんですけれども、はい、それが分かるのでそれをお伝えすることで今度は子どもたちが自分で提供された知識をもとに自分で考えて、あ、このように表現していきたいなとか弾いてみたいとかいう気持ちを音に表していくことができるんですね。
そうすると全部をしなくてもよくって、はい、あとはお互いにディスカッションしながら、こんな風にするといいよね、こんな風にしてみるとかいう風にディスカッションしながら曲をね、作り上げていく形です。ああ、その、はい、先生と、習ってらっしゃるお子さんとの間 で、はいはい、こうディスカッションをされる、はい、ということなんですね。そういったコミュニケーションによって、生徒さんの才能を引き出してくるということなんですが、この、メソッドに出会うきっかけや、その前に先生がご自身の、どんな人生を歩んでこられたのか、ということを教えていただけますか？私自身がピアノを習い始めたのがすごく遅くて、小学校4年ぐらいだったと思うんですね。はい。で、しかも途中でやめてるんです、ピアノ。中学3年から高校2年までやめてたんですよね、はい。なぜかっていうと、私スポーツとかいろんなことが大好きで、勉強が好きじゃなくて、遊んでばかりいたんですね、スポーツ遊んでとかしていて、はい。で、親にですね、もっと勉強しなさいとか言って、ピアノをやめさせたことがあるんですね。はい。でも、こう、まあ、いろいろあって、やっぱりピアノしたいなってことになって、その時に、音大に行きたいというふうに無謀にも思って、ね、ピアノの元の先生のところに、ね、お伺いして行きたいんですけどって言ったら、もう本当にってすごく驚かれたんですけど、はい、でもすごくサポートしていただいて、まあ、音大に行くことができて、で卒業して教え始めたんですけど、あ、それ入学当時、ね、大学に入った時に皆さんやっぱり3歳から、ね、ピアノしたいって言っても学んでる方はほとんどで、はい、もう実力の差がもう、ね、めっちゃ言ってるんですよね。でこのまま教えることもしたいけども、だけど自分の今の実力で教えてては自分以上の生徒さんでもできないですし、それちょっと困ったなと思って、もう少しやっぱり卒業してから勉強しなきゃいけないと思って、はい、当時あったこのピアノメソッドっていうのもほぼ全部をね学んだんですね、はいで、その中で出会ったのが、アメリカのコロンビア大学の名誉教授が提唱されていた、はい、ベースメソッドっていうのメソッドがありまして、はい、でそれの、目的はピアノが弾けるだけじゃなくて、子供たちの人間形成に関わっていきましょうっていうメソッドが本当に素晴らしくて、で私もピアノだけじゃなくて、そういう子供たちの生涯に関わる何かお役に立つことができたらなと思っていて、はい、でそこで学び始めて、というのがきっかけになります。なるほど、はい、今こう教えるだけじゃなくてというようなお話がありましたけど、はい、日本の教育って結構画一的で、このとにかく暗記をすればいいとか、こう知識を詰め込む形が多いと思うんですけれども、はい、先生のその、カリフォルニア、あれどこ大学でしたっけ、コロンビア大学でのメソッドっていうのは、こう単に知識を得るというだけではなくて、そこから受けた方が自分でそれを解釈してというような、はい、そういったものなんですね。本当にバランスよく能力を培うということで、はい、バランスいいレッスンをしていただいて、はい、自分で頭の中で螺旋状に考えをつなげていくんですね。知りたいです。どうやってよくどうやってつなげていくんですか？T 字学習と螺旋学習って比較されるんですけども、はい、ピアノはほぼ T 字学習で、はい、初めにもどんどん弾けるようにしていって、はい、そして選ばれた子だけがすごく音楽の幅広いものを学んで横に広がっていくという、はい、でそこに行けなかった子は終わりみたいな形なんですよね、はい、で螺旋学習はすごく必要な上でも学ぶこと自体を下に入門ぐらいからですね、ずっと螺旋状に学んでいくんですよ。はい。それによって整理されて実力もアップしていくんですね。で、ピアノを教えてると、この曲を弾けるようになるってことも教えると、はい、次の新しい曲は自分ではなかなか弾けないんですよ。はい。やっぱり先生にまたその曲の仕上げるためには学んで、やらないと自分では仕上がらないっていうことなんですけども、だけど音楽の基礎とか音楽性とかいろんなことを先にそちらを学んでいただくと、はい。曲に生徒自身が応用していけるので、はい、別に先生いなくてもいいんですよね。っていうなので、どんどん螺旋が広がっていて実力がアップしていく。螺旋っていうのがすごく、はい、大事なポイントだと思うんですが、はい、いまいちわからないんですが、はい、この螺旋でどういったことを覚えていくんですか？自分で物事を発見したり工夫したり考えたり想像したり発見したり考えて工夫して想像して、もう一個の想像もして、はい、あと表現してっていうことを繰り返していくんですね。はい、なるほど。インプットとアウトプットを常にやってる状態です。
なるほど。で、聞けるようになると、じゃあもうちょっとここを、強めに弾こうかなとか、細かい部分でいろいろ発展をしていって、はい、ということなんですね。そうですね。どんどん表現の幅が広がっていきますし、はい。できることも増えていきますね、子供たち。なるほど。それは大変、ピアノもですし、他の思考や、想像や、ビジネスにも、なんか、展開しそうですね。そうですね。レッスンでやっている、はい、楽譜からいろんなことを発見してもらったりっていうことが、はい、生きていく力という私は言ってるんですけれども、はい、やっぱりいろんな今ね、情報がたくさん入ってくるじゃないですか。はい、その情報でやっぱり自分が欲しい情報、必要な情報というのって、考えてなかったらいっぱい入ってきてしんどいだけですよね。そういう時あります。なんか処理しきれなくて、なんか情報とか人間関係とかいろんなことでいっぱいいっぱいになって、なんかこう疲れちゃって取捨選択できないっていう、はい、それがアンテナの立つような毎回やって発見することをやっていると、はい、もう敏感になってきて、はい、自分の必要なものがパッと鮮明に見えてくるんです。どうやったらそういった自己自身が必要なものが見える状況になれるんですか？常にその楽譜からですね、この楽譜をドレミで読んで、はい、リズムで一応練習して音にしていくだけではなくて、楽譜って言葉と似ていて、はい、文章ですね、文章と似ていて、やっぱり主語述語があったりとか、テーマがあったりね、応用があったりしてくるんですよ。楽譜って主語述語があるんですか？みたいなことがあるんですよ。はい、言葉と結構似てるんですね。はい、そこの音楽の言葉が分かると表現も分かってくるので、はい、そこの言葉を伝えてるって感じですね。なるほど。それを先に楽譜から見つけてもらうっていう。いや、私そこまで分からないで、小学で一度ギブアップしちゃいましたけど、今からでも始められるものなのですか？はい、その方がどちらかというと簡単で楽しいんですよ。はい、そうなんですか。一度お子さんの時にピアノを習ってたけど、うん、その後子育てとかお仕事とか、うん、いろんなことがあって離れられた方で、もう一度習ってみたいなっていう方多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、そういう方でも大丈夫なんですか？大丈夫です。今もね、続けてらっしゃるんですけども、はい、30歳超えてですね、はい、ピアノ弾いてみたかったって言って、もう未経験の方で、はい、弾いてみたいけども、だけど今からやってすごく音符を覚えたり、時間がかかって弾くまで、すごくかかるなと思っていらっしゃるんですけど、はい、まあ、ちょっと簡単なものなんですけど、その場でも弾いて、両手で弾いて帰ってもらったことがあるんですね。はい、そうなんですか。で、その方が今も、今ちょっとオーストラリアの方に、はい、やってるけど、オンラインでずっとレッスンを毎週続けていて、素敵ですね。はい、ではオンラインの生徒さんは、はい、日本の中だけじゃなくて、はいはいはい、海外の方もいらっしゃるんですか？はい、で、オンラインだとその方の好きな時間でこう、うん、レッスンをお願いってこともできるんですか？あ、それはね、お互いの合う時間を合わすんですけども、はい、日本のやっぱりオンラインっていうのはピアノと音が大事ですから、はい、なかなかちょっとオンラインはねっていうふうに思う方多いんですけども、はい、で、このレッスンというのは、はい、私が子たちの見本を弾いて、はい、全部与えてくれるではなくて、はい、向こうに全部やってもらうんですよね。どういうことですか？全部向こうに弾いてもらうんですよ。はい、例えばこんな弾き方してとか、あんな弾き方してみて、これできるとかやったりとか、はい、いろいろこう提案ばっかりしていて、向こうはその提案に応じて弾いていくんですけど、はい、なので、こっちはやっぱり一応ね、音のは良くなかったとしても、経験でそこはね、カバーできるので、全然大丈夫なんですよ。だけど逆のレッスンだと、こちらが全部提供して相手が聞くと、音が悪いと提供したものがあんまり良くないですよね。はい、で、向こうもやっぱ音が悪いと分かんないってことになりますよね。はい、だからこの教えないレッスンというのもオンラインでもすごくやっていけるんです。ああ、なるほど。はい、先生がずっと聞いてこられて、作ってこられて、弾いてこられた経験がもともとあるから、はい、分かりますね、の生徒さんの音でも大丈夫だということなんですね。はい、そうですね。手の動きとか音で分かるので。なるほど。はい、音が もし悪くても大丈夫なんです。はい、なるほど。今、先生の、このラジオをお聞きいただいている方の中でも、先生のレッスンを受けたいなと思われる方いらっしゃると思うんですが、先生のレッスンはこちらの、何でしたっけ？リザストですね。リザスト山田和子と検索をしていただけると、先生の授業のページに行きますので、もしよろしければ連絡されてみてください。で、まず先生のこの活動なんですが、素晴らしい賞を受賞されたと伺ってますが、こちら、セレン、
イピティというその女性の、雑誌がございますけれども、その中でも賞を受賞されたんでしょうか。そうですね、これは2号ですね、創刊号の次の2号の発売で、はいはい、で各号で50人の起業家さんが推薦されて、はい、掲載していただけるっていうことで、はい、推薦いただきまして、載せていただきまして、恵比寿で開催されたパーティーでしたか。そうですね、はい、モデル、はいはい、で、その中でノミネートされて、はい、エキサイティングレッスンプロフェッショナル賞っていうのをいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。実は私もそのパーティーの授賞式の時に会場にいたんですけれども、すごく素敵な方だなと思って印象が残っておりました。こちらのウーマンセレンディピティは活躍する女性起業家の方を応援する雑誌で、本当に会場が生き生きしていて、隣の席にいる方もその会場いっぱい500人ぐらいいらっしゃいましたね。みんなが輝いてるっていう、ね、そうですね、すごい素敵な会でした。はい、こういったご縁をいただけて、今回ご紹介いただきましたのは、こちらのウーマンセレンディピティの編集に携わっておられます杉本つぐみさんでいらっしゃいます、はい、杉本さん本当にありがとうございます。やっぱり素敵なご縁ってこう広がっていくので大切にしたいなと思います。その他でもなんと先生の活動が海外からも注目されてらっしゃるということなんですが、どういった形で注目されているんでしょうか。はい、韓国のテレビなんですけれども、ドキュメンタリー番組で、はいはい、で向こうってやっぱり受験が大変で、はい、やっぱりそれだと就職がすごく就職するためにこう受験が大変ですよね。はい、でもそうじゃなくて、やっぱり他の国みたいにもっと自由な職業に行けるとか、はい、もっとそこに縛られない職業とかいうことをしたいっていう番組らしくて、はい、で人がしていない仕事をしている人っていうのを探してるっていうことでした。そうなんですか。どうやって先生の活動を韓国のテレビ局の方が、はい、調べられて知られたんですか。それを探してるっていうふうなことをキャッチした日本人の方の知り合いの知り合いでした、はい、あ、そうなんですか。はい、で、まあ、教えられるっていうのはもうほぼ聞いたことがないし、やってないので、はいはい、どうかなっていうことでご紹介いただいたら、はい、ぜひとも取りましょうということで、はい、日本人で2人とアメリカ人の2人、4人が取りました。すごいじゃないですか。はい、世界の中でもそれだけ注目されているということで、はい、今お話をお伺いして感じたんですけれども、はい、先生が取り組まれているこの想像力とコミュニケーションを通じてその方の才能を引き出していくっていうこのメソッドって、これからの時代に本当に必要とされてるんだなって改めて思いました。これから AI が発展していくと仕事がどんどんなくなっていってしまうという現象が起きていると思うんですが、私のもとにも今日も来てました。いろいろいつもですね、レナさんのところで仕事があったら何かないですかみたいなこととか、私たちは国際交流映画を作ったりしてるんですけど、そこでボランティアで何か関われませんかとかいろんなご連絡いただくんですけど、最近 AI で自分の仕事がなくなったんだけどっていう連絡結構増えてるんですよ。で、ただこのアートの仕事でもクリエイティブなことをするということが実際大事なんですが、言われたことをしていただくことはできるんだけど、そこからさらにこうしたらより良くなるかなっていうところでの一歩をなんかなかなかこう引き出せないところがあって、日本の方っていうのはやはり教育のプログラムのことなのか、あと会社の中に入ってもなるべくこう空気を読んでというような形で一歩踏み出して考えていく、そこから何かを想像していくという訓練が今まで足りてなかったと思うんですが、そういう方が今仕事が AI によってなくなってしまうかもと、そう考えると先生が今取り組んでらっしゃるプログラムっていうのはまさに時代の寵児っていうか、一番大事なところなんじゃないでしょうか。特に生きていく力で、はい、7つ挙げてるんですね。はい、思考力とか発見力、はい、想像力思考力発見力
工夫力、はい、で想像力、想像力、あと事実、あと問題解決能力なんですけども、はい、でやっぱり問題解決能力がやっぱり一番大事じゃないかなと思うんですよね。あ、それ結構私高いです高いいつもいろんな無茶ぶりをいろんな国から言われてまして。あ、そうですよね、はい、でもそこやっぱり乗り切って、じゃあどんなことができるかなって考えるっていう必要ですよね、はいはい、でレッスンでもこの問題解決能力を育むことを毎週毎週レッスンでやるんですけどもね、はい、どういうふうにやってるかっていうと、こう、じゃ例えばあの元の曲がありまして、はい、その曲をちょっとこうアレンジしましょうっていう、はい、バリエーションしましょうっていう時に、はい、じゃあ自由に何でもやってねっていうと、まあ、それはそれでいいんですけども、そうじゃなくて、ここをこういうふうにしたやり方でやってみてとか課題出すんですよね。ああ、なるほど、うん、具体的に、うん、あの課題を、はい、課題を出して、それをもそれだけルールは1個、それをもとにあとは考えてっていうようなことを毎回やるわけ、出すのは毎回違うんですけども、それによって何か指示されて、あとじゃあ自分でできること何かって考えるってことは、はい、何か課題が起こった時に脳の視点っていうんですかね、あ、どうしよう、困った、できないっていう視点ではなくて、あ、困った、じゃあどうしようにパッとすぐに切り替えできる、はい、毎回のレッスンでそれを切り替える練習をしてるので、はい、例えばこの今回のコロナでも、はい、あのひどい時は学校休校とか外に行けないってありましたよね、はい、結構小さいことはお子さん泣いていたりとかちょっとよく聞いたんですけど、はい、うちの生徒さんは全然そうじゃなくて、はい、元気で、じゃあ何しようかなってパッと切り替えできる。そうなんですか、はい、こういう能力って絶対生きていくのに必要だなと思うんですよ。そうですね、今までの価値観だけで、あの考えていると、うん、もし仕事を失ったりとか、うん、何かご家族の健康のこととか、うん、何かこう普段と変わったところがあると、うん、もうダメかもしれないとか、うん、学校のいじめとかも、うん、職場や学校のパワハラとか、うん、そういったことに関しても、すぐこう解決が見出せないで心が折れてしまうっていう方すごく多いと思うんですけど、その時しなやかに発想されてっていうのはすごく大切な生きていく力です、うんうん、感情だけだとやっぱり辛いですよね、はい、それから感情だけで走るともうできないなっちゃうけど、はい、それの脳が先に、感情よりも脳が先に、はい、あ、じゃあどうしようって、ね、切り替えてくれると、悲しいよりも先にそっちに行ってくれるので前向きになれるんですよ、はい、なるほど、感情で前向きになってって言うと難しいと思うんですよ、なかなか、はい、ね、慣れませんもんね、はい、だから脳の切り替えを練習しておくと、あ、普段から先生のレッスンを、はい、メソッドを覚えて、はい、あのレッスンに参加すると、はい、こう問題解決脳の、はい、なんかポジティブな、はい、クリエイティブ脳になっていくんですね、はい、素敵ですねいや、本当に先生の知恵がいっぱい入ったご著書もあるということなんですけれども、こちらの生きる力を育むピアノレッスンの可能性、教えないから子どもが育つ、こちらのご著書はどういった内容になるんでしょうか。はい、あの私がなぜこれをやったかということを書いていたりとか、はい、あとは事例があったりとか、はい、本当にあのこういうのもお話ししました、こういう力を育てたいんですとか、はい、あとピアノ教室っていうのが本当に可能性があるんですよね、はい、ただし、はい、あの教え込むレッスンばかりやってるとちょっと可能性が薄くなるんですけども、はい、なぜ可能性が大きいかっていうと、長く続けてもらったら、例えば3歳で入門してくれて、はい、で働くようになっても来てくれても本当に20年以上関わることができる、はい、でしかもそれが親とか親戚じゃなくて他人でそれだけ長く人生に関わることができるっていう、でそこでやっぱり先生20年教えてらっしゃる生徒さんもいらっしゃる、うん、はい、すごいですね人間力ですね、はい、なので、はい、関わることができると人生が、ね、本当にいろんな起点で変わっていく、はい、全部立ち会って、はい、何かあったら相談にも乗れるってことがありますし、あともうダンス第三者と、あと第三の居場所ですよね、はい、家庭でもない、まあ、とか学校でもない第三の居場所っていうことって、やっぱり子どもたちでもいろんな顔があると思うんですね、誰かに対する家の顔とか、はい、学校の顔とかあると思いますけど、また違うリラックスできる場所の顔っていうのがあってもね、家ではちょっとねっ話しにくいけど、そこでは話せるってこともあると思うんで、はい、だから居場所って多い方がいいと思うんですよね。なるほど、はい、確かに、うん、あの先生のレッスン あの教室があったら私も通って安心するっていうかなんか本当にとってもあのラジオでこの魅力が伝えられるか、私のパーソナリティ力が問われるんですがいるだけでとってもほっとするし、温かいオーラでとっても素敵な先生でいらっしゃいます。ありがとうございます。先生の今後の
活動ですとかありましたら教えていただけますでしょうか。はい、具体的なイベントとしましては、9月1日に大阪なんですけれども、大阪 の, 会場でですね、午前中にこの本に基づいたお話をさせていただこうと今計画中です。ありがとうございます。また今賞を受賞されたもう1枚のお写真がありましたが、この以前のことですけども、はい、スター講師誕生2019年に、はい、グランプリをいただきまして、はい、この時も教えないレッスンということで、まあ、5分間スピーチさせていただきました。ありがとうございます。ますます活躍されてらっしゃる先生なんですけれども、今回ラジオをご視聴いただいた方へのメッセージがございましたら教えてください。はい、ですね、お子さんをお持ちの親御さんとか、お子さんに関わっていらっしゃる方、多くの方がいらっしゃると思うんですけれども、本当にみんなが、大人がですね、一緒に団結してというか協力し合って、本当にお子さんを盛り立てて、生きる力を育んでもらって、子どもたちが、自信を持って自分らしく生きていけるようなサポートできるのは大人しかいないと思うんですよね。はい、だからそれを大人の経験で全部教えたりとかではなくて、子どもの本当未知のというか、すごく可能性というのを輝かせるためのサポーターに回る大人たちというところで、はい、みんなでこう一緒にやっていけたらなと思っております。やっていきたいと思っています。ありがとうございます。はい、先生、普段は大阪で活動されてらっしゃるということなんですけれども、オンラインもあるということで、海外からも、また首都圏からも先生のレッスン受講することができます。私も受講しようかなってちょっと思っちゃいましたけれどもぜひご著書も拝読させていただいて、皆さんもご連絡していただけたらと思います。質問の方が、もし放送をお聞きいただいている視聴者の皆さん、いかがですかございましたら、愛さんいかがですか。大丈夫ですか。じゃあ私、質問あと一つ、あと4分ということで、もう一つお話伺えたらと思うんですけれども、先生、このレッスンを編み出すまでに、どのぐらいいろんな本を読んだりセミナーに通ったりされたんですか。はい、その当時開いていた、日本で開いていたセミナーを受けました。ほとんど。ほとんどって何、はい、何九州から東京までですね、はい、結構行きました。その大阪でもそうですけど、素晴らしいバイタリティでいらっしゃいます、うん、そうだからこそ出会えたかなと思います。なるほど、はい、この夢を実現するためにこう保育が大事だっていうのは、やっぱりどういったポイントになりますか。うん、いつも言ってるんですけども、ワクワク感ですね。ワクワク感、自分がワクワクできないと、どうしてもこう やらなきゃいけないとかですね、はい、やるべきっていうのは全然ダメなので、なワクワクするかどうか、はい、ワクワクしたらもうどんなことにも、ね、集中して、はい、どこでも行ってっていう思いますよね。はい、ワクワクを大事にしています。ありがとうございます。とっても素敵なメッセージをいただきました。私もちょっとワクワクしながら夢を叶えていきたいなっていうふうに思ってまして、また先生 の具体的なアドバイスを含めて、今度はこうやったらというような的確な指示を、そのボランティアさんとかスタッフの方にも引き出せるような、コミュニケーション力のある映画監督になりたいな。はい、ありがとうございます。私にとっても本当にタイムリーで勉強になる対談を教えていただきました。本日ゲストにお越しいただきましたのは、教えないから子どもが育つ、生きる力を育むピアノレッスンの可能性、ご著書を発表されておられます山田和子先生です。多摩レイクサイド FM 那須山玲奈のドラゴンジャーナル、毎週お聞きいただきましてありがとうございます。またぜひお会いしましょう。ありがとうございました。この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭の提供でお届けいたしました。ありがとうございました。